バッハさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、神谷くんに来てまいりましたね。バッハさんのお友達の、はい、神谷です。神谷くんね、今日はね、はい、俺と松本もさ、はい、基本はさ、靴買ったら、はい、まあ、インソールとか気にしてこなかったじゃん。いや、一回も気にしたことないです。来なかったんだけど、まあ、見えてると思いますけど今日はね、で、それでさ、まあ、神谷くんが、はい、M モーブレーさんの、はい、まあ、アンバサダーをはいはいはい、やってるってことで、はい、で連絡して今回ご提供いただきました。おー、ありがとうございます、はい、今日はまあ、この説明をねしていただこうと思うんですけど。ちゃんとできますか？ちゃんとできますよ。本当ですか？まあ、僕たち本当になんて言うんだかな、全然もう普通の靴買ってきたらそのまま使ってるから。そうですよね。もう何年かな。だからこの良さっていうのね、ちょっと、ね、教えてもらいたい。わかりました。バッチリ。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね、今日靴買ってきたんですよ、僕。このウッドジョイ、はい、いつも履いてる靴ね、はい、履いてる靴を新品で買ってきました。これフットジョイの、はい、まあそのなんかトラッドなんとかっていうやつなんですよ、うん、はい、まあ、これミシランのね、はい、提供いただいてないんで、まあ、そんな商品はありません。そっちがメインじゃないですか。これメインじゃない。で、まあ、こうやってね、靴ってこう本当に新品っすね、はい、中古出すのかと思います。いやいや、新品で、はい、まあ、これをいつも履いてるんだけど、はい、まあ、このままいつも履いてるわけ。そうですね。インソールっていうのは、まあ、この中のね、はい、まあ、中敷きみたいなものなんだけど、まあ、これが純正のインソールですよね、はい、でこれを、まあ、ここに変えていくと。でこれサイズが、まあ、僕26靴のね。でこれ今日用意していただいたのは、まあ、26.5 を用意してもらったんです。ちょっと大きめってことですね。大きめで、大きめをカットするって感じだ。じゃあちょっとそのカットするところもね、はい、皆さんにカットの仕方とかもあると思うんで、そうそう、神谷くんにやってもらいながら。神谷くん何も喋ってないですけど大丈夫です。もう全部喋ってます。そうです。なんでちょっとそれはね、別撮りでやっていきたいと思います。わかりました。はい、はい、じゃあね、神谷くん、じゃあ、はい、ちょっとやっていこうかね。はい、まずまあね、うん、普通に拭くだけ。そうだね、まあ、なんか純正をね、純正を取ると。はい、で今回これは26、はい、だったので、はい、うん、じゃあ M も用意したんですよ。おお、そう、これ M が25から26なんですね。はい、でちょっと小さくなっちゃうんですね。そんなことない、うん、そう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 、25でも入るようだからちょっと小さいの、うん、おお、ちょっと大きめにしといた方がいいってこと。ね、うん、これは、うん、これ入れた、ちょっとね、入れないと分かんないっていうのもあるんだけど、はい、入れた時に、うん、ちょっとこう動いちゃうの、これだと。あ、微妙に中で、あ、そう、大きいものをカットしてぴったりにした方がいいですね。そう、それの方が靴の中で足が動かない。なのでこの26も対応なんだけど、はい、今回は L サイズ、 L サイズの 26.5 そうのやつをね、 26.5 度と27度か、確かに26.5から 27.5cm、ね、うん、買う時にだってぴったりで買うとその可能性があるから気をつけた方がいいと思うんですよね。そう、まあ、靴によってはね、ちょっと変わってたりするから、ね、確かにそうですもんね、はい、そうそうそう。で、はい、まあ、抜いた純正のインソールとこうやって合わせてもらって、はい、ああ合わせて、はいはい、そうするとこれぐらい差があるので、まあ、そうそう、この差で入らない、靴に入らないので、はい、まあ、カットしていくんですけど、はい、まあ、最初おすすめはこうマジックとかでちょっとこうなんか書いておいてあげるといい。書いた方がいいよね。そうそうそう、目分量でなんかビビ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 ビカットしていけば大丈夫だったりする。ああ、そういうことね。はいはいはい。そう。それでまあハサミでカットしていくと。そう、これはカットしていきます。はい、だちょっと最初やっぱさ、こういうの切るのって抵抗あるから。抵抗ありますよね。そう、まあ大きめに切っていくのがやっぱ失敗しないコツっていうか当たり前だけど。うん、でもそうそうそう。でもちっちゃく切っちゃったらね。そう。なんか取り返しつかないからね。取り返しつかない。また買ってもらうしかないですね。そう。まっちゃんいっぱい買っていいじゃん。僕ですか、うん、僕でもあのグルメで履いてるシューズこれぐらいなんですかね。1個しかないな。1個しかないで、まっちゃんも最近この俺と同じ靴履いてたりするよね。これなんでしょう、またいや、悩んでんすよ。悩んでんだ、はい、俺と変わるもんね。そうなんすよ。これ履きやすいんだよね。いや、最初、うん、ちょっと小バカにしたしてたよね。そうだ、そんなスパイクレスなんかみたいなのも言ってたもんね。そしたら今は
なんか良さそうですね。そうだね。あ、これだった。はい。はい。これ大体、まあちょっと大きめに今カットして。はい。うん、枠が。まあ、1ミリ、2ミリぐらいは大きくでもまあ大丈夫ですね。そうですね、はい、動かないことが大事だもんね、中で。そう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 、うん、そういうこと。今これぴったり入ったので、はい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 、で一応こう手入れて、うん、まあ、確認してそう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 みたいなね。あの大きいと、うん、こう中でこうキュッてなる。そうそうそう、うん、なんつうの、ここでちょっとこうやって余るか。そういうことだよね、はい、うん、だそれがないように、はい、ちゃんと、まあ、自分の手で確かめながらね、やるということですね。そうです、そうです、はい、まあ、ここをちゃんとセッティングさえすれば、まあ、あともう履くだけなんでね。まあ、そうですね、はい、だからちょっと手入れてみていいですか。わ、はい、俺まだ手も入れてないよね。あ、ぴったりですね。ぴったりですか、はい、で、こうしたら動かないでしょ。動かないですね。あ、1ミリぐらい大きい感じだね、全体的にね。動かないですよ。あ、いや、それ、まっちゃんのもんじゃないんで。動かないですか。じゃあそれで俺履いていこうかな、うん、じゃあまちゃんカメラいい、はい、うん、じゃあこれ右足ね、うん、こっち行きますか、うん、またこれ左がまだこの新品のままだから、そうタグがまだついて、なんか入れた感じも全然違うけど。全然違うんですか、うん、全然違う。まあそのこれがいいかどうかは分かんないよ、でも全然違う。だっていつも履いてる靴と全然違うね。履く違いがあるから。そっか、いつも履いてるわけですよ、ね、だっていつも履いてる、ほとんどこれだから。そうそう、ね、まあ、これかあとプロ SL っていう靴なんだけど、まあ、プロ SL はもらいもんっていうか、あと知り合い方にもらっただけで、あ、全然違うね、うん、これ何が違うかっていうのは、そのなんていうの、その土踏まずのところがちょっとこうもっこりなってる、うん、って感じ。そうなんだ、うん、そう、この部分、あ、ここね、そう、赤いところは硬くなってるんですよ。ああ、そうなんだ。これをにじるとちょっと硬さが、あ、そうだね、まあ、でもガチガチじゃないね。そうそう、ガチガチじゃないけど、この部分がちょっと硬めに、うん、で、純正も別に悪くないですよ。まあ、それはそうだよね、悪くないけど、うん、やっぱカスタムじゃないからちょっとこれ、うん、柔らかいわけですよ、うん、まあ、そうだね、まあ、何にもこう、工夫がしてないってことだね。そうですね、履き心地はやっぱいいと思う。こういう方が足入れた時に、うん、やっぱなんだろう、気持ちいい感じがするのは、あ、この純正の方がやっぱり、まあ、確かにそれ履いて買ってますもんね。まあ、そうだね、うん、そうそう、ではこうやってインソールで、これちょっとさ、川宮さ、ちょっとまちゃん来てもらって、はい、これさ、ここ盛り上がってんじゃん。そう、これが多分ね、今当たってんの、足の裏。おー、すごい気になるんだけど。あ、そうですか。ここですね、うん、これは、うん、でも横アーチ、足の横アーチってあって、うん、それをあの、まあ、サポートする機能。あ、そうなんだ。そう、横アーチを押し上げると、うん、指が落ちるわけですよ。ああ、こうなるからこう落ちるってことね。そうそうそう、はいはい、で掴めるってこと。そう、掴める。へえ、そうなんだ。今足 その指が浮いちゃう人が多いって言われてて、うん、こうね、ついてないんでしょ。そう、こう歩いた時に指がつかないと、ね、そう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 、うん、でそういう人とかにもあの、まあ、いいマッチする。へえ、そうなんだ。本来はそうなってないといけないですよ。本来はこうついてないといけないよね、足がね。でもこう浮いちゃってる人が多いんだね。潰れるから浮いちゃうんだ。潰れるから浮いちゃうんだ。そう、でここをサポートしたりする。そういうことです。へえ、そうなんだ。なんか俺のイメージさ、こういうインソールってガチガチなイメージがあった。で、まあ、事前に言ったじゃん、あんまりガチガチだと、はい、もうそもそもインソール入れたくないよっつったの。あ、そうなんですね。硬いインソールだと、はい、せっかくこうやってちょっと柔らかいやつ履いてるのに、ああ、確かに、ね、足の裏痛くなっちゃうんじゃないのみたいな話したら、いや、あの、弱さ、そんなことないですよって、あの、僕はアンバサダーやってるインソールは大丈夫ですよって言ってくれたから、じゃあちょっと一緒にっていうことでね。そうなんだ。あの、普通のカスタムインソールって結構こうやった時にやっぱねじれない、硬いよね。そう、硬い、うん、でもイメージがある。そう、これ結構柔軟性があるんで、うん、やっぱ足痛くなるっていう人とかも別に履ける。あ、そういうことなんだ。そうそう。へえ。まあこれでなんか歩いててさ、はい、足の疲れが減ったとかさ、はい、こう地面がつかめるってなったらさ、まあ、変えるだけでいいからね。うん、まあ、確かにそうですね、うん、まあこれでスコアが良くなるってことはないと思うけど。腕の問題なんで。あ、確かに。腕の問題なんで。歩いて疲れないとか、歩いて疲れないとか、地面がつかめるようになったらいいショット出るかもしれないね、うん、でも最後は結局パターなんで。さ、そのパターの時とかも俺でもこれ今だいぶ違うよ。
だいぶ違います、ね、だいぶ違う。お、こう今こうやってやってんのよ、靴の中で。はい、やってるけどだいぶ違う。右の方がすごいよ。おお、来た来た。右足の、あ、左足のここは浮いてる。浮いてる。あ、それを感じてないから、ね、右足はすごいよ、なんかピュッて掴めんのが。あ、それはこういうことなの。そういうことです。あ、今の話ちょっとしたかったのに、なんかずっと。いや、初めてだからさ、ああ初めて今入れて入ったから、なんかずるいっすね、そこだけ盛り上がって打ち合わせなかったからさ。あ、確かにね。そうです。なんかそれで、なんていうんですか、高くなってるとかないですか、その身長が。あ、それはない。ないですか。うん、そんなに、だってすごいガチガチじゃないから、多分そんなに変わんないね。うん、結構フットジョイさんの、うん、まあ、シューズは、うん、もともとこう純正のソールが厚いですよ。あ、そうなんだ。そう。で、これも同じくらいの厚みだから、うん、そんなに、あの、うん、なんかこう高くなったりとかっていう感覚にはなりない。あ、感覚ないですね。まっちゃんさ、まっちゃん靴のサイズなんだっけ。5.5 です。そうそうだ、はい、俺のやつでいいか、履いてみてよ。だから新品だから。いや、逆に僕いいんすか、僕今日仕事やってるから。あ、いいよいいよ、新品だから。そんなの、そんなの気にしちゃったらプロゴルファーになれないから。いや、じゃあカメラ変わるよ。これすごいよ。すごいですか。うん、なんか、右足のつま先だけすごいこう掴める感じがする、うん、両方履いていいですか。両方、いや、それ両方履いた方が、うん、すごい違う。で、履いて、ちゃんと締めて、うん、あ、もう履いた時点で履いたらさ、そのまあ、土踏まずのあたりがこう、うん、なんかボコって出てるんだよね。出てますね。うん、出てて、そうで、ね、まあ、そう、踏まずとで、右足ギュッて掴むのよ。右足ギュッて掴んだ。で、右足は掴めるのよ。はい、左足は浮いてるじゃん。なんか滑るっす。そう、滑るの、はい。で、俺とか松本のさ、俺たちのチャンネルでさ、バックスイングの間さ、ずっと右つま先で掴んでるっていう話もしたからさ、やりやすい、これが。確かに。なんか、ね、これ打ち合わせなしで、うん、多分神谷が言おうとしてたことでしょ、これ。そう、言おうとしてた。結構ここマジでポイントだと思って。あ、そうなんだ。すごい、なんか足こうなってるんです。そう、足、そうそうそう、うん、こうなってるよね。すごいですね。そう、結構、うん、アーチサポートってこういう土踏まずとか、うん、まあ、内側外、うん、あの内側アーチっていうんですけど、うん、内側の縦アーチ、はいはい、あと外側縦アーチのサポートをするっていうインソールは結構多いんですよ。あるんだ。そう、ただここの、うん、その何、横アーチをサポートするっていうのがあんまりないから、うん、そう、まあ、出てきてはいるけど、うん、すごい、これはね、うん、素晴らしいですね。いいですね、うん、これすごい楽しみだね。まあ、ちゃん、よかったらさ、これショートコースよかったらバウンド、はい、すごい、雨なんで今土砂降りなんで。じゃあいいっすか、このシューズで。あ、ちょっと降りるのやめてもらっていいですか。あ、すごいっすね。そう、まだある、なんか説明するところは。そう、あと、まだ、こうやってさ、あの、もちもちになってる。もち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 っていうか、こう、穴が開いてるっていうか。開いてますね、うん、はい、これは、うん、やっぱ通気性良くしてるわけ。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、で、あと足臭いとかある。足、ありがとうございます。臭いと言ってないから、ね、言ってないから。ありがとうございます。そう、ここね、あの消臭効果の、はい、この銀の銀紙を使ってる、はい、銀の糸。そうなんだ。そう、ミューハンっていう、はい、その素材、素材っていうのかな、それを織り込んで作ってるから。あ、そういう消臭効果の効果もあるか。そう、抗菌とか。すごいですか。そう、すごいでしょ。ありがとうございます。臭くなりづらい。そうなんだ。そう、すごいですね。まあ、効果的にはそんなのかな。そうですね、まあ、あとこういうところとかも、うん、まあ、基本歩くときってかかとからつくので、はい、あんまり硬いとやっぱ衝撃、そうだね、そう、きついじゃないですか、うんうん、だからこれはその衝撃吸収にもなってなるということですか。はい、わかりました。やみつきになりそうですね。もうなんか左が歩きづらい。左の親指が浮いてるんだよね。はい、歩きづらいですかね。これさ、神谷君さ、はい、いくらで売ってるの、これは。これ3,500円。3,500円、まあ、税別です。税別で3,500円。あ、そんな高くないね。高くないですね、うん、でも、他のやつは結構高いのあるもんね。ありますよ。俺も昔買ったことあるよ、4年ぐらい前。だから僕なんか、なんかこの値段で、うん、まあ、買おうか悩んじゃう、うん、時あるじゃないですか。1万円、2万円するとね。そう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 、3,500円なんだ。そう、あ、それはいいですね。で、なんか今回、はい、神谷くんのそのクーポンコードがあるでしょ。はい、ありがとうございます。一番大事な、一番大事な。そう、アルファベットで小文字、うん、神谷って入れてもらって、はい、で、あとその後1,2って数字の入れたら、まあ、多少安くなると。そうですね。
じゃあこれはこのチャンネルのこの動画の概要欄の方に貼っておきますので、購入するときはね、そちらの方から購入していただけると、まあ、安くなると。いいですね、僕たちのクーポンコードも作ってほしいですね。あ、そうですね。今回短く和穂松ぐらいな感じで作ってほしいですね。ないんで今回カミヤ12で、カミヤ12、クーポンコード使ってね、はい、ぜひ買っていただくと、まあ、今回まあ急にね、なんかこの動画を撮るときもあって、いや、そうっすよね、ちょっといろいろね、カミヤ君も用意してくれたんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これでね、僕たちのパフォーマンスが少しでも上がればね、うん、すごいいいんで。そうですね、はい、もうコースで歩きたいですね。コースで歩きたいね。あ、じゃあよかったらどうぞ。じゃあおにゅうで。じゃあそんなことで、はい、今回はね、エムボーブレさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。